土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで1000人達成でございます。いやー、1000人ですよね。チャンネル登録者数1000人、1ヶ月ちょい、1月、そうですよね。1月14日からだから1ヶ月と15日ぐらい、1月半で1000人達成しました、うん、まさかだったね。まさかでしたね。当初の予定ではね、半年ぐらいとか1年とか1年かなとか言ってましたもんね。頑張ろうっつってねやってたんですけど、皆様のおかげで1000人達成いたしまして、誠に誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回これ1000人っていうちょっと区切りなんで、はい、このチャンネルのね意図とか、はいはい、そんな話をできたらなと思って、はい、僕らのチャンネルはまあ軽いチャンネルです、はい、詳しくお酒を紹介するだったりとか、はい、かっこよくこのバーを見せるっていうのは、うん、いっぱいあるじゃないですか。なので僕らはあえて軽いのをやっていこうと、はい、なぜかっていうと、バーってやっぱり敷居が高いとか、うん、ね、扉開けるのが重いだったりとかってあるじゃないですか。そういうものを一回取っ払ってもらいたいなっていうやっぱ思いがあって、このチャンネル作ったっていうところがあります、まあ、僕らが軽いことをして、はい、このおっちゃんがよこういう感じのところもあるんだと思ってもらえれば、はいはい、他のお店さんとかね行ってみようかなっていうような、まあ、入り口としてあったらいいなっていうちょっと思いがあって、だから米をシェイクしてみたりだとか、はい、あのバター作ってみたりとか寝る寝る寝る寝てみたいだとか、はい、しております楽しそうみたいな。あ、バーってなんかまあ真面目にね、あのしっかりとやってらっしゃるところがあって、お店さんによってはさ、ほんとお酒飲み楽しむっていうような楽しみ方をしてる場所もあるんですけど、僕がこうお店構えてるっていうのも、どっちかといえば何オーセンティックなところではなくて、居酒屋さんに行ってて、はい、で、バーにちょっと行ってみようかなっていうような、その入り口になるようなお店ですから、はい、なんかそんなね、なんかあのかしこまった感じでもないんですよ。まあそれによって軽めのバーを知っていただいて、うん、で徐々に徐々にバーの世界でもっともっとオーセンティックなところだったりとか、本当一流の人たちだったりとか、はい、そういうところ行ってもらえればなっていうような初級者編ですよね。入門編ですね。入門編、はい、だからもうこれからもね、もっとふざけていこうかと思ってますあの怪我さない程度に、はい、怪我しちゃダメだからね怪我さない程度にね、さすがにちょっとね、あまりにもぶっ飛んだことはできないですけどね。もっともっとね、やっぱりバーに来てほしいんですよ。うちじゃなくてもいいから、うんうん、家の近くにあるバーだったりとか、そういうものを使ってほしいんですね。っていうのもさ、やっぱバーテンダーさんとのこのつながりとかってさ、一つのさ、人生の駅になるかなと思って、うんうん、ステーション、駅になるかなと思ってて、はいはい、なんか悩み事がありましたとか、なんか嬉しいことがあったとか、そういう時に、でもそれでも一人みたいなこともあるわけじゃないですか、人って、はいはい、で家庭の中にいたって奥さんとお子さん寝ちゃっててさ、でも今日いいことあったと、ちょっと遅い仕事してきて帰ってきたと、ね、でも仕事でいいことあったっていう時に、おうおう、やっぱ誰かに話したい、はい、じゃあどこ使うのって言ったら、まあ、居酒屋さんのね大将でもいいと思うんだけど、はいはいはい、バーのさ、うん、バーテンダーでもいいわけじゃないですか、なんかそういう感じの使い方もっともっとしてもらいたいから、だから僕らはちょっと入り口としてやっております。もっともっとかっこいいものもねめっちゃありますよね。バータイムスさんとかさ、この YouTube なんてめちゃめちゃかっこいいじゃん。かっこいいっす。超かっこいいぐらい、バッシーみたいな、バッシーみたいな、もうなんかもうカメラもバンバンバンみたいなね、でもこっちからカラーみたいなさ、かっこいいみたいな、スポーンとかで、超かっこいいみたいな、超かっこいいっすね。ああいうものもすごくいいと思います。本当ね、かっこいいし、ああいう世界っていいなって、うん、もうできることならやりたいけど、うん、でもなんかまあもうやってらっしゃる方いっぱいいるし、うん、軽くね、まだまだ行ったことないけどみたいな人たち向けが方向性が強いです、僕らのやつ、はいはい、でもそんな感じでも見てくださる方が多くいて、まあ、僕らの想像以上のチャンネル登録者数も伸びをして、本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもですね、軽いものを投げていければなと思いますし、まあ、お酒の紹介とかも僕らは難しいことは言いません、うん、うまいとかねうーんちょっとなんとかねあまりなんか専門的な言葉を使わないようにあえて、ね、はい、させてはもらってるんだけど、たまに出てるよね。でもね、
言っちゃいますよね、やっぱり。言っちゃってはちょっと言っちゃって、なんとか言わないようにしたけど、編集してるんで、あれ言ってるなとあるんですけど、ね、ありますね。用途がとか言っちゃってる、エステルがとか言って、ね、なんか言っちゃって分からないですよね。分からん分からん、やっぱり分からんよやっぱり消毒液っぽいとかね、用途チンキみたいな匂いがするとかさ、はいはい、ね、メダインみたいなとか、そう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 、はい、そういうものをね、もうちょっと考えながら、うん、もっともっと入り口として、うん、はい、お届けできたらなと思っておりますので、はいはい、これからもぜひ、末永く吉永よろしくお願いいたしますお願いします、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではじゃあ今日はこの辺で、またありがとうございます。どうですか、岩ちゃん的に早かったですか。早かったですね。あっという間だったと思いますよ。でもなんかこうさ、まあ、日々日々撮って、日々日々編集して、はい、んでなんかボン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 って伸びてって、はいはい、早いよね。早い、時の流れが確かに確かに、時の流れが早いけども、でもあれみたいなね、うん、そういえば600人だったのついこの前じゃねみたいな。そうですね、でむしろ100人だったのついこの前じゃん。まあ、びっくりっすよね。100いたよとか言って喜んでましたもんね。喜んでたよ。で100人目がさ、はい、結局なかなかなんか99から100いかなくて100がちょっといかなくてね、はいはい、でうちの従業員が1人登録してないって言うから、お前登録しろとか言ってお前の100人目だとか言ってね、はい、記念すべき100人目でしたね、彼が。そうでしたねまあ登録忘れてました、しますよなんつって言ったらね、やった100人いったとか言ってね、やってましたからね。それ1月の末とか半ばぐらいだもんね。そうですね。そうだよね、うん、まあ、そう考えたらそこからの伸びが早かったんですね。2月の10日ぐらいからの伸び、はい、あそこですね。そうですよね、うん、びっくりですございます。実際セブン&アイのね、ウイスキー、ウイスキー、レジェンダリースコット、レジェンダリースコットウイスキー、様様ですけど、セブン&アイ様様、セブン&アイ様様で、セブン&アイ様様様でございます、ね、様様様みたいな、よくわかんないね、あの動画も3万いきましたっけ、3万再生いきましたね、びっくり、ね、驚きでございま す、ね、なんかふざけたものを織り交ぜつつ、うん、ちょっと知識的なのを織り交ぜつつで、はいはい、ちょっとこうピコ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 しながら面白いのと、そうなんだを繰り返してやっていきたいなと思いますので、うん、ぜひともこれからも見ていただければなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい。